ロルノキシカムは、オキシカム系のヒステロイド性抗炎症薬の一つで、あり、鎮痛作用、消炎作用、下熱作用を持つ、医薬品である。商品名ロルカム。蛍光投与で用いる。活液に浸透し、炎症の原因であるプロスタグランジンの合成酵素で、あるシクロオキシゲナーゼを阻害する。関節リューマチ、変形性関節症、腰痛症、経験腕症候群。 肩関節周囲炎に対する消炎、鎮痛について承認されている。オーストリアではその他、手術後、座骨神経痛等、多くの炎症性疾患に対して用いられる。下記の患者については近畿である。入中中に移行するので、授乳中の患者が服用する場合は、授乳を中止する必要がある。重大な副作用として、消化性海洋、症腸、大腸海洋、ショック、 アナフィラキシー様症状、血小板減少、皮膚粘膜癌症候群、急性腎不全、劇症肝炎、肝機能障害、横断が知られている。ロルノキシカムの副作用は、他のエンセズと同様であり、大きい、下痢、頭痛は緩やかであるとされる。エンセズとして、典型的な相互作用をする。ワルファリン等のビタミン系阻害薬を併用すると、出血のリスクが増大する。 シクロスポリンと併用すると、腎臓の機能が低下し、稀に、急性腎不全に至る。リチウム、メトトレキサート、ジゴキシンとその類炎物質の血中濃度を上昇させるので、副作用の危険が増加する。利尿薬、ACE 阻害薬、アンジオテンシン通受用体気候薬の効果を減弱させるが、腎不全のある患者等、特別な場合でなければ、問題にならない。 ピローキシカムやシメジジンと併用すると、ロルノキシカムの血中濃度が上昇するが、特別な合併症を引き起こすことはないと思われる。ありがとうございます。